カサミラはバルセロナのグラシア通りにある建築物である。ガウディが54歳の時に設計した。1906年から1910年にかけて実業家のペラミラとその妻ルゼーセギモンの邸宅として建設された。1984年にユネスコの世界遺産に登録された。カサミラは直線部分を全く持たない建造物になっていて、 壮麗で非常に印象的な建物である。あたかも砂丘か溶岩の波のような雰囲気を持っており、一般的な現代建築の様式とは、隔絶した建築となっている。外観の波打つ曲線は、地中海をイメージして作られた。一つ一つ異なるバルコニーは、鉄という素材を使いながら、まるで波に漂う階層のような、柔らかな造形を生み出している。内側は、 天井も壁もどこもかしこも波打ち、まるで海底にいるような奥深さに包まれる。屋上には独特の加工をされた煙突や階段室が立ち並び、月面か夢の中の風景にも例えられる。この建築物は通常の建築物というより、むしろ彫刻であると見なすことができる。実用性に欠けるという批判もあるが、圧倒的な芸術性を持つことは否定できない。 皮肉にも建設当時のバルセロナ市民はカサミラを醜悪な建物と考え、石切り場というニックネームをつけたが、今日ではバルセロナを代表する歴史的建造物となっている。現在内部はガウディ建築に関する博物館になっている。2009年1月現在9.5ユーロを支払うことで内部の住居部分や屋上も見学することができる。 家賃は建設当時1500ペセタと一般職人の月給の約10倍であったためと見た目の評判の悪さからなかなか借り手が見つからなかった。そのため3世代にわたって値上げなしという契約条件があるためほとんど値上げされていないため現在でも家賃は約15万円となっている。広さは約300平方メートルで全発室あり。 現在でも4世帯が居住している。1984年、バルセロナのクエル公園、クエルテ、カサ、ミラの名称で登録された。2005年にサグラダ・ファミリアやカサバ・トリョなどが拡大登録された際、登録名がアントニ・ガウリの作品群に改められた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。カテゴリー ありがとうございます。